スノーマン、ソレスの都内出没ロケに批判続出。史上最悪ファンから苦言集まるわけ。今年4月より、金曜午後8時台での全国放送が始まったスノーマンのンバラエティ、ソレスノーマンにやらせてください、TBS 系、以下、ソレスノ。6月28日、番組の公式ツイッターが、スノーマン都内出没中原文ママ。 以下どうとツイートしたことで、一部のスノーマンファンらが都内のどこかに潜んでいるで、アローメンバーを探し始める事態に。何も知らない一般人をも巻き込む可能性があるロケに対し、ネット上では批判の声が続出している。28日午後1時45分、番組のツイッターは、スノーマン都内出没中と投稿。 2時30分にはメンバー9人分の下半身を映した画像を投稿しており、服装のヒントを提供した。その1時間後、今度は上半身の写真をアップ。スノーマンが都内で何らかのロケを行っていることを匂わせた。また、新宿のスタジオアルタの大型ビジョンでも、ソレスのニュースと題したニュース風の映像が流れていたとか。